広島春季キャンプ、20日、沖縄、ドラフト1位、常広派成人投手、22、イコール青学大イコールが沖縄キャンプでは初となるキャッチボールを行った。室内練習場で投手コーチを相手に約30メートルの距離から感触を確かめた。右腕は、今は冷静に、自分がやるべきことができていると思います、と語った。キャッチボールは日南キャンプ中の12日に行って以来、8日ぶり。学業のため調整が遅れてキャンプは2軍からスタートしたが、10日から1軍に合流。焦ることなく調整を進めてきた。新井貴浩監督、47、は、こちらは段階を追って、じっくり、調整、と考えている。1軍に呼んだのは、初めての環境で1軍に慣れさせたかったから。当初のプラン通りなので特に何を、というのはない、と説明した。